ゃねじゃす、現金ステッカーす、バーチャル YouTuber のニットメイドよーす。よろしくーす。さてさて兄ちゃんねちゃん、ちょっと変わったところがあるよね。どこかわかるよね。そう、メイちゃんがイライラにね、移動しました。まあ、なんで移動したかっていうとさ、コースのマップをね、ちょっとね、移したいなーって思ってね。ほら、どれだけね、メイちゃんが速く走れて、後続とどれだけ距離が離れてるかっていうのがね、一目瞭然になるじゃん。やっぱそういうとこ見せたいよね。で、私がこっちに移動しちゃったら、ほら、コインとか、今何周目っていうのがね、ちょっと見えなくなるじゃん。それをね、私の右側に移動させました。他にも変わったところがあると思うんだけど、わかる？そう、レートがね、1万5000突破しました。イエーイ、パチ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 。いやー、高かったわ、ほんとに。1万4000行ってからさ、なかなか伸びなかったもんね。まあ、ちょっとね、打開をね、ちょっと勉強しました。今までなんとなくやってたんだけどさ、9位割りとか、アイテムテーブルとか、スターテーブルとか、スタンダーテーブルとかね、そういうのね、ちょっと勉強しました。そのおかげで結構ね、打開をね、できるようになったんだよね。さあやっていきましょう。打開やっていきたいな。ここの打開全然練習してないけど、今のところね、打開練習したのってさ、どこだったっけ。ね、そう、あ、マリオカートスタジアムと、あと、ピーチサーキット、カラカラ砂漠も練習したね。ま、この3つ、3コースだけだね。あとはまあ、漠然と覚えてるところくらいかな。ここは？名前なんだっけ？名前忘れた。ピーチーガーデン。おいしそう。さあ、できるかな。ちょっと出遅れたから、打開やってみる。ここのコースは練習してないけどね。あ、コイン取らないでよ。ここら辺？ここら辺？サンダーテーブル？ま、正確とかわかんないけど、とりあえず目当てにも出たね。取れない、2個取れなかった。よいしょ、コインちょうだい、コイン。あ、でも出たね。オッケーオッケー、10枚になってんだって。よいしょ。あー、もう、もう、あ、ちょ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 、待って待って、下ってる。下ったせいで、私が下ったせいで巻き込んじゃったね。あー、もう、もっと、よいしょ。結構団子だから、そんなこんなそうだね。ナイス、切れた、ナイス。後押ししてくれたわ、キノコで。よし、いい感じじゃない？危なっ。スター持っててよかった。危なっ。ごめん。ああ、聞いてなかったわ。いやー、もう。ちょっと、レートちょっと下がっちゃった。ま
返していきましょう。悔しい。レインボーロード嫌いなんだよね。まだレインボーロードの方がいいわ。レインボーロードはね、マジで走りづらい。あるけど、あービッグブルーか。ここはウンコースだからね。まあ日本のそのウンコースだったけど、正直 200cc のリモーロードはよしよし、スタートダッシュを成功してコインも取ってって、感じじゃん。このまま1位を取らせて。まあまだ初めて開始したばっかりだけど、よっと。オッケー。よしよし、いい感じじゃない？危な。地球で。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。これ分かったんじゃない？ああ、赤台時代だったわ。よいしょ。よし。あ、でも1位取っ、1位じゃん、1位。1位をキープできるよ。時計も来てないし。姉ちゃん、マジ強くなってんじゃない？私、いや、めっちゃ調子いいね、今日。最高だわ。やったー、エキサイティング。オッケーオッケー、もう一回ね。どこ行こっかな。テレサレーク行っちゃいます。ここはだいぶ舞妓だよね。ま、1位スタートだから、はい、
マイコイ選びたいよね。マイコ、テレサレイク。さ、勝っちゃうよ。今回も1位取っちゃうんじゃない？よっしゃよっしゃ、行くよ。ほい。スタートダッシュは？成功戦ね。なんだ？あー。ターボ、失敗しちゃった。感じ感じ。いいの？うん、ダメでも魚だし、いい感じだよ。ちょっとポイント買おう。あ、じゃあスポークショット。もう抜かれちゃった。よいしょ。ダブル取れてないわ。ちょっと見てるよ。これは交換できなかった。よいしょ。テイク決めていきますよ。よしよし、いい感じ。よいしょ。さ、防御も完璧にできて、
けど、ま、10位だからね。いや、兄ちゃんごめんね。兄ちゃん的には、姉ちゃんがボロ負けするところ、見たかったんだろうけどね。だいぶ泣きってごめんね。はい、兄ちゃんお疲れ。いや、ごめんね。私強すぎるわ。1位バンバン取るし、2位も3位も、上位も取るしね。ごめんね、兄ちゃん。兄ちゃん的にはさ、私がボロ負けするところを見たかったんだろうけど。まあ、私強いから。いや、そんな期待には応えられないわ。残念でした。さあ、まあ。ま、めいちゃんがボロ負けするところを見たいんだったら、兄ちゃん練習してきて私に挑んできなさい。ま、仮打ちにするけどね。兄ちゃんかっこいいし、兄ちゃんが勝負を挑んでいってるところも、ボコボコに返り討ちに会うところも楽しみにしてるからね。それじゃあ兄ちゃんこの辺でお疲れ、バイバイ、じゃあね。